今日の一列勝利は藤本拓海騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずレース振り返ってください。そうですね、もう今日はもう 2,3 走前くらいからだいぶ調子上がってきてたんで、今日はもう逃がせないレースだなと思ったんで、うまくハマってくれてよかったです。昨日あのロータリーハローが入って1日乗った感触、そのあたりどうですか？そうですね、多少あの時計かかるみたいなんで、まあ、レースはゆったりという感じですけど、はい、先週生まれとはちょっとやっぱり違うかなって感じですか？そうですね、やっぱり3回止めていくと5回ぐらいとかっていう感じになってるんでね、はい、レースは大体落ち着いてますよ。あと夜になるとやっぱりちょっと早いかなって感じもするんですけど、いやもう、例年通りでね、もう水分上がってくるんで、これは仕方ないのかなと思うんですけどね。はい、わかりました。ありがとうございます。